おはようございます、皆さん。で、今回は、いろいろあったんですね。ちょっと、マクスウェルは SBB レベル10にしたんです。で、レディオンもね、SBB レベル10。と、コーツもね、で、CX も SBB レベル10になりました。まあ、で、レベルもね、なんとか、95になりました。もういろいろあるんじゃないですか。なんかクエストはここまで行けたんです。でなんか、この半分体力のマップで、毎日毎日やってますんで、レベルが95まで上がりました。で、今日は何をやるっていうのは、ランセルのダンジョン、やりたいと思います。ちょっとね、ここレベルアップまで1685だから、これやったらレベルアップになりますんで、まあ、レベル1からランスのやつで何を使うっていうのは。まあ、こいつからやればいいんだよな。まあ、マクスウェルのフレンドはいくらでもあるから、まあ、こんな感じでやりたいと思います。よし、このパーティーで行きますか。挑戦。第一のステージは、こんな感じでやりますか。何も特別なところないから適当にやれば大丈夫だと思います。ブースに焼くとかさ、まだ使わなくても大丈夫です。数値攻撃でビビを簡単にした、ビビゲージをね。勝ちました。でバトルに行きます。こんな感じでやります。先攻撃打っちゃいます。まあ、ダブルマクスウェルでやったらね、なんかいろいろ簡単になるんで。簡単で。これで倒せると思います。レブラカー、こんな感じでね、見て、はい、バトル1というかステージ1はっていうかレベル1勝ちました。まあ、楽勝だったんです。これでレベル上がるでしょう。はい、わかりました。はい。で、ステージに行きます。同じやり方で。はい。
挑戦いきます。で、こうなったらトロサンマリラから先駆けちゃいますか。同じやり方で何度かね。これで決まりだと思います。OK。 バトロさん、まあなんとかね、アクションみたいな感じです。よし、簡単にキルできる気がします。よし、楽勝だったんだよな。ダブルマックスウェル行ったらね。はいはい、次行きますか。レベル3、ここでダイヤ1個もらいます。はい、ダイヤを1個手に入れば、はい、トレバス行きます。買いに行きますよ。ここはね、自分のメインアカウントのマックスウェル使わないからね、なんか文句、よく文句言われるからさ、自分のメインアカウント使うなとかさ、今日は使わなかった。で、ステージ1から先行行っちゃいます。コンティニューでクリアすればいいんだよな。ちょっと自信がないから、あの最後のステージにワンタンキルできるかどうかね。来たらいいんだけどさ。よし、バン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 、最後のステージ、これ勝ったらトレバースもらえるから。よし、キキキ、ワンダンキルできるような、できるようにお願いします。あー、クレディカール少ないな。あ、これやばいわ。これやばいよ。やばいです。あー、やばいです、やばいやばい。どうすればいいのかな。まあこん
ディニーしかやらないよね、こうなったら。コンティニューでやるしかないよな。まあまあまあやるしかない。ああダイヤ使っちゃいます、ちょっとね。これはここにしますか、次のターンに、うん、死なないで。OK です、これで決まりですね。まあダイヤは1個使っちゃったけどさ、まあとりあえずこのダンジョンからダイヤ4個はもらえるから、で1個使って、でまた3個プラスですね。ダイヤ3個とドレファス取れました。で次は何をやるというのはね、久しぶりになんかアリーナのログ、このアカウントではなんかもう久しぶりですね。はい、こんなパーティーでやります。なんかね、まあ適当にやりますか。敵は誰でも大丈夫だから。これはなんかやばそう。BB、 いやみんな BB やっちゃいました。ラッキーだね。はい、なんかねランクアップまであと3126ポイントだから、ちょっと上のランクの人探しましょう。なかなか出ませんね。あ、こいつにやるか。適当にやります。うわぁ。EVP はあれより低い。最低だね。EVP 見えないからさ。ちょっとね。適当にやれば、下のランクとかさ、下の自分より低い ADB とかさ、なんかムカつくんだよな、やっぱり。まあ勝てば大丈夫んだけど、まあ負けたらさ、なんかポイントはねちょっとあれだよな、なんかすごく下がるからさ、すごく減ってますから。いや、適当にやります。
うわいやー2体しか、うわ大丈夫大丈夫、ティモーと女の子、うわフィリア危ない、あー大丈夫大丈夫、うわこれは危ないな、危ないです、死なないで、死なないでください、大丈夫、エンドレスお願いします、よし行きました、はいはい、俺の今のアリナのチームはこんな感じです、なかなかね、なんか価値は297で負けは53、はい、でまあね、ちょっと最初は大変です、でこれで以上です、ありがとうございます、はい、見ていただいてありがとうございました、まだ登録していない方はどうぞぜひ登録してください、またブレイブフロンティアの動画を見たいならこちらのイメージをクリックしてください。登録はどうぞこちらに。はい、ありがとうございました。